日が来る。ハロステ始まるよ。よろしくお願いします。ハロステ今回のお相手はジュースジュースの井上レイと椿ファクトリーの山岸莉子です。ハロステはハロープロジェクトの最新情報やライブ映像、メンバーのちょっとしたパーソナルな部分をお伝えしていく番組です。はい、ということで今回はこちらの2人でお届けしていきます。よろしくお願いします。お願いします。私たちはですね、現在ハロープロジェクト2021サマーサファイア&ルビーを開催中なんですけれども、はい、私たちはねお互いチームが違うんだよね。別々です。はい、私はサファイアチームです。うん、私がルビーチームになってます。ルビーチームはどんな感じ？はい、そうですね、うん、こことここの人が歌ったらなんかこういう歌声になるんだっていう新しい発見もありましたし、こう1個前に花鳥風月っていうタイトルで、うん、4分割してやっていたツアーがあったんですけど、それとはまた違うハロープロジェクトのなんだろうなパフォーマンスっていうのが見れるので、うん、私たちも楽しいですし、うん、ファンの皆さんも結構楽しんでくれてるなって思いますね。うん、サファイアチームはですね本当に表現力高いメンバーがたくさんいまして、うん、本当に見るたびに刺激を受けてですね、うん、リハーサルの時から本当に私も勉強になりますね。わかります、私も、 もう日々勉強させていただいております。そして私たちもまあ後輩がどんどん増えてきてるわけじゃないですか。はい、この椿ファクトリーとジュースジュースは新メンバーを迎えているチームでして、はい、でジュースジュースのところには3人新メンバーが入ってきてくれたんですけれども、うんうん、まだそこまでお話をしてないんですよ。うん、おー、そうなんだね。ダンスレッスンとかもまだちょっと始まってなくて、うん、会えるのがそのハロープロジェクトのコンサートっていう機会しかないので、あんまりわかんないけど、うん、でもすごくいい子っていうのはもう伝わるし、うん、松永理愛ちゃんがちゃんと先輩をしているところが見れて、なんかどんどん大人になっていくんだなって思いましたね。見てみたい。なんかあんまり想像がつかないから、どんな感じなんだろうってすごい気になりました。なんか頼れる感じを、オーラを出してますね。でもね、ちゃんとしっかりしてるもんね、リアイちゃん。しっかりしてます。私、椿ファクトリーは4人新メンバーが入りまして、まあ、もう一緒に活動をしているんですけれども、歌声を初めて聞いた時に本当にみんな4人とも美声で、本当に歌が上手でびっくりしましたし、あとダンスレッスンもね一緒に何回かやったりしてるんですけれども、そうなんですね。うん、ダンスも本当に一生懸命毎回毎回練習してて、すごくなんかいい子たちだなって思いますね。そうですね、私たちもちょっと刺激をもらっているので、負けないように頑張りたいと思います。いい背中を見せていけるように頑張ります。今回はこんな2人でお送りしていきますので、最後までお付き合いお願いします。待ってるの、なぜで振り戻りならちょっと
ったり浮かれてはしゃいで子供でバカみたい。オレンジに変えた唇をそのキモないのに褒めるのはダメよ。逃げるふりも今さら超ミスで人を喋るたびに順がバレる。エンジン見せたクールな女にはもう私二度と戻れない覚悟。ねえ早く早く会いたいよ。いつもお疲れ様。ジュースジュースの井上レイと椿ファクトリーの山岸理子がお送りしているハラステ、ここからはお互いのことをねお話ししていこうと思うんですけれども、はい、私からいくつか質問をするのであまり考えすぎずにテンポよく答えていってください。はい、はい、ということでいきますよ。はい、疲れを癒すために何をしますか？一日の中で愛犬と戯れる時間を作ってる、うん、愛犬ね。最近素敵だなと感じた瞬間は？バースデーイベント。おお。ご機嫌斜めな時どうすれば治る？チョコレートをあげれば治ります。夜必ずするというルーティンみたいなのはありますか？そうですね、寝る寝る私山岸理子が喜びそうな一言お願いします。包容力のあるリーダー。終了です。いやーなんか全部気になりますねこれ。本当ですか？うん、まず最初の質問で愛犬と戯れるってあったんですけど、はい、これはどういう風な遊ぶ？愛犬と遊ぶし、うん、もうなんか一緒にいるだけでいいんですけど、うん、やっぱりあの毎日私ブログを書いているんですよ、うん、でそのまあ家で描けない時もあるんですけど、うん、そうね、家で描ける時はだいたい愛犬の小夏ちゃんと並んで、うん、こう描いて、うん、見て、うん、わーってしてまた描くみたいなブログの途中で見てまたブログを描くみたいな癒されながら描いております。癒されるよね。はい、はい、そして素敵だなと感じた瞬間にバースデーイベントとあったんですけれども、はい、そうなんです。あのバースデーイベントを先日やらさせていただいて、うん、やっぱりこういう記念日とかのイベントって人の温かさを感じるすごくいい機会じゃないですか。たくさんの方に祝っていただけるのに、うん、なんか私のために時間を割いてきてくださったこともすごく嬉しいし、まあ、今は声を出せない状況ではあるんですけど、それでもこうなんか気持ちを伝えようとしてくれてるのがすごく伝わって、なんか生まれてきてよかったなと思いました。二十歳になりました。おめでとう。ありがとうございます。二十歳はねもう本当に記念すべき年だから。抱負とかありますか？うん、そうですね、二十歳は大人っていうイメージがすごく強いけど、うん、やっぱり遊び心も忘れずに成長していきたいなと思います、うん、
私からの質問で、はい、あの夜必ずすることに寝るっていう。いや寝るの大切だもんね。結構寝る時間が長くないとダメなタイプ？いやでもそんななんか寝る時間これだけあればみたいなのは、うん、そこまできっちりないんですけど、うん、いつでも寝れるタイプなので、うん、あいつでもどこでも寝れちゃうタイプ。そうです。この前びっくりしたのが、うん、電車でこうあの席が埋まったので、うん、ずっとあの立ちながら揺られてたんですけど、うん、立ちながら寝れたんですよ。すごい。なんかそれって結構大事なことじゃないですか。大事な、そうだね、空き時間に寝たりとか。そうだね、時間を有効に使おうという。はい、まあうん、夜だけじゃないけど、やっぱり夜は寝るがメインに来る私のイベントかなと思います。素敵なことを聞けました。ありがとうございます。ありがとうございます。続いては井上から山岸さんに質問をしていきたいと思います。はい。準備はいいですか？ OK です。それではいきます。はい。ツアーのお供といえば何ですか？飲むゼリーを持っていくことです。お、じゃあ最近感動したのはどんな時ですか？日本武道館公演が決まったことです。じゃあ最高の笑顔が出るのはどんな瞬間ですか？やっぱり愛犬と一緒に寝てる時。お、じゃあその愛犬のサンディのいいところを、うん、好きなところを3つ挙げてください。お、3つ、なんだろうな、ツンデレ、だけど夜になるとすごく甘えてきてる、うん、甘えてくること。あとはすぐ遊ぼうって言ってくること。おじゃあ最後に私井上麗のイメージを一言でお願いします。イメージ、なんか可愛いもかっこいいも両方できる。 ありがとうございます。終了。あ、面白かった。やっぱ急に来るとね、答えられないね。そうですよね。ツアーのお供が飲むゼリーって言ってたんですけど、うん、これはもう本当に毎回持ち歩いてて、はい、あのツアーがあるとライブの時は必ず持ち歩いてるもので、結構なんか体を動かす前ってお弁当とかがっつり食べられなくて私。あ、そうなんですね。はい、でそれで軽食をあの持ち歩きたいなと思って、うん、まあ、その飲むゼリーが一番いいなと思ったので、もうそれをずっとあの初のライブハウスツアーの時からずっと持ってます。ちょっと真似してみようと思います。ぜひ。あとはですね、最近感動したのが日本武道館の決まり、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。私も感動しました。清水咲さんから発表があったんですけど、うん、本当に鳥肌立ってしまって、まさかホールを飛び越えて武道館公演ができると思ってなかったので、まあ、嬉しいんですけど、はい、まあ、10月、もうすぐなので、うん、そうですね、はい、もうあっという間ですよね、きっと。もうあっという間に楽しみたいと思います。私も楽しみにしてます。ありがとうございます。あとですね、私があの質問させていただいた、サンディの好きなところは3つなんですけど、ツンデレ、甘えてくる、遊ぼうって言ってくる。犬だったら誰でもやる、誰でもあることですね、これ。遊ぼうってどんな感じで言ってくるんですか？まず本当にいたずらが好きで、サンディは。あ、そうなんだ。なんか本当に洗濯物とか洗濯カゴから持ってきたり、リビングにいろいろ持ってきたりとか、あとスリッパが大好きで、よくお父さんのスリッパとか壊しちゃうんですよとか、あとは本当にいろいろなもので遊びますね。やんちゃなんですね。結構やんちゃ。もう気を引きたいのかもしれないですね。そうかもしれない。目立ちたがり屋だ。目立ちたがり屋かもしれない。可愛いですね、でも。可愛い。そういうところが癒されますね。お互い愛犬家ということで、うん、これからもめでて、うん、そして写真もたくさん撮ってあげたいと思います、それでは最後に2人一緒に質問に答えていきましょう。はい。デレン、相手におすすめしたい自分の好きなことやものは？せーの、じゃん。私は薄揚げの納豆包み焼きです。私はアクセサリー作りです。おー、私の薄揚げの納豆包み焼きっていうのは、はい、あの納豆好きですか？レイちゃん。好きです、好きです。おー、私も納豆好きなんですけど、うんうん、あのやっぱり納豆だけじゃ飽きちゃう時もあるじゃないですか、たまに味変したいみたいな。そうそうそう。でなんかアレンジしたいなと思っ
でなんか調べたのが、うん、この薄揚げで、なんか油揚げの中に納豆を包んで爪楊枝で閉じて焼く、うん、見たことあります。やったことある？食べたことはないんですよ。食べたことないんだ。これすごくおすすめですね。え、これは自分で作るんですか、山口さんは？でも自分で作ったこともあります。あ、ことも売ってもいるんですか？あ、売ってはいないかな。それ、うん、油揚げと納豆を一緒に買って自分で詰めるみたいな感じですかね。詰めるところから楽しそうですね。うん、すごい言わなくてもしないでください。なんかやっぱりなんていうの、おかずがない時にこれがあったらね、うん、やっぱなんかすごい豪華に一品つけたせる、うん、なりますし、いいですね、やっぱり美味しいので本当に皆さんもぜひおつまみとかにもなると思いますので、うん、ぜひやってみてください。そこにキムチとか入れたら美味しそうですね。美味しそうだし、あとチーズとかも入れたらすごい美味しそうですね。いいですね、いろいろ試せますね。うん、じゃあ続いて私はアクセサリー作りなんですけど、うん、私いろいろ作ることが好きなんですよ。で、山岸さんになんか合うのないかなと思ったら、やっぱりアクセサリーとか、うん、おしゃれなイメージだから、アクセサリー作ったら、うん、もうすごいいいものができそうだなと思って。例えばどういうアクセサリー？私は一番最初はやっぱりイヤリングとか、イヤリング大好きで集めてもいるし作ってもいるみたいな感じなんですけど、こうなんか作るのにハマると誰かにあげたくなってくるんですよ。そうだね。そうなんです。だからそのメンバーにちょっとお揃いとか色違いで作ってこう渡してみたりっていうのもしてるの？はい。そうなんだ。なんか山岸さんのそのセンスが光るんじゃないかなと思っておすすめします。ね、自分結構簡単に作れるの？それはキットとかあるので、そういうのから始めたら多分簡単なんじゃないかなと思います。いいですね。ぜひ。なんかね、今お外とかもあんまり行けないので、うん、おうち時間もすごく充実しそうですね。絶対しますね。今度やってみたいな。ぜひぜひ、はい、思います。ハラステ、この後も続きます。椿ファクトリーリーダーの山岸莉子です。朝倉キキです。椿ファクトリー初の日本武道館での単独公演が10月18日に決定しました。今回はそんな日本武道館公演を控えた今の椿ファクトリーに、足りないものを、見つけ出してそれを克服して夢の大舞台を大成功させようということで、今回はこちらの方に来ていただきました。清水咲です。よろしくお願いします。お願いします。びっくりです。本番公演まで、2ヶ月となりましたが、いや早いね。いや早すぎて、多分発表を受けた時はまだ5月だったかな。そうだったので、ね、もう気づいたら5、6、7、8って4ヶ月くらい経ってしまってて、本当にびっくりね。ね、あっという間、うん、なんか私たちは去年、うんまあ、ホールコンサートをやる予定だったんですけど、うんうんまあ、コロナの影響でそれが中止になってしまって、うんまあ、残念だなと思っていたんですが、うんまあ、そんな中、ね、清水咲さんからサプライズ発表で、ね、日本武道館公演が決まりましたということを、うんお知らせしてくださって、はい、本当にもうそれを聞いた時は鳥肌が立ってしまって、うん、とってもびっくりしました私は、うん、どうだった？いやまさかホールコンサートをこう飛び越えて日本武道館のステージに立つことになるなんて想像も何もしてなかったので、なんか今でもこう実感がちょっと湧いてないというか、あのホールコンサートは拳ファクトリーと行動で、うんまあ、コンサートを行ってきた時に立ったことはあっても、うん、単独ではなかったので、うん、なんかやっぱまだステージにこう慣れてない部分とか、うん、たくさんあるので、なんかどんな風に公演をしたらいいのかっていう、うん、そこからまず疑問がたくさんあります、うん、今は。そうだよね、やっぱりなんか今ハロープロジェクトのコンサートとかでは、うん、そのホールには立たせていただいてるんですけど、うんうん、やっぱりそのホールと日本武道館の違いとかってありますか？
やっぱりさ、アーティストだったらさ、武道館のステージに立ちたいみたいな思いはあるじゃない、はいはい、多分みんなもこの発表を受ける前からその気持ちはどこかにあったと思うんだけど、はい、やっぱりホールは何回もやらせてもらってたけど、うん、武道館が決まったっていう時は、うん、やっぱ全然なんか喜びもいつも以上だったし、うん、緊張もいつも以上だったし、うん、なんか普段ミスしないな、こんなところ間違えないなみたいなところも、はい、なんか実は間違えてたりとか、そうなんですね、そうそうとかするぐらい、もうみんな緊張してた。あ、そうなんですね。映像とかでそのベリーズ工房さんが初めて武道館に立った時も見たんですけど、うん、なんか全然そんな感じしなかったんです、うん、緊張してるように見えないくらい本当に大変だった。もう一人が袖で緊張するって言い始めたらもうすぐ映るし、あ、映りますよ ね、緊張って。だからもう大変だった、初めての武道館のステージは。そうなんですね、うん、その日本武道館公演で本番でそのパッてステージに、うん、あの光が当たった瞬間、うん、もう客席が見えるじゃないですか、うんうん、その時の気持ちをちょっと知りたいなと思って。確かに、もうね、それこそ本当鳥肌が立つし、うんうん、もうそれこそステージに立って光浴びてお客さん見た瞬間もう本当涙出そうで、そうですよね、うん、でも1曲目から泣くわけにもいかないしさ、まだこれから始まったばっかりだったところだからそこはぐっとこらえたけど、もう本当感動ですよね、うん、だからもうあれはやっぱ武道館のステージに立ったからこそ感じられる気持ちであって瞬間だから、なんかみんなもそれをね当日感じられると思うから、うん、なんかもう想像しただけで今鳥肌立ってきてなるよねなんかでもそれをもう実際見れる日が来るからさ、うん、楽しみだよね、すごく楽しみです、ね、なんか今まではそのオープニングアクトとかで、うんうん、あの立たせていただいたことはあるんですけど、うんうん、なんかその時になんか自分たちだけの、うん、なんかペンライトというか、うんうん、お客さんがバーっている中でパフォーマンスできたらすごくなんだろう気持ちいいだろうなと思って、うん、本当にワクワクしてます、うん、そうだ、みんなのためにファンの皆さんが武道館に集まってね、はい、それだけで感慨深いよね、なんか私結構なんかメジャーデビュー日とか、うんうん、泣いちゃったりしちゃうんですよ、うんうん、あの本番前に急に泣き出します日本武道館公演のエンジン組んだ後とか私泣いちゃいそうでちょっと怖いなって思ってるんですけど、うん、私も泣きそうですなんか、はい、ちょっとそれが不安だなと思う。でもなんかもうそれはもう感動の涙でしょ、はい、緊張の涙、えどっちもどっちも混ざってプレッシャーとか緊張とか、うんうん、でも嬉しいとか、うんうん、はい、でも泣かないようにはしたいなと思います。でも後で振り返ったらそれもなんかあの時もあ自分の感極まって泣いてたなってなんかちょっといい思い出になったりする。私も結構泣き虫だからさ、あ、そうなんです、そうそう、誰も泣いてないのに一人で泣いてるみたいな結構あったけど、なんかそれももう今となってはなんか思い出だなみたいな、うん、で武道館ってすごく嬉しいけどすごく勝負な公演にもなりそうだなって思うんですけど、うんうん、まず何から気をつけて公演したらいいですかね。私たちは初めてのその武道館の時はもう一人ずつなんかまず体力つけようみたいな、うん、あと痩せようみたいな、あ、そうですねありますね、そう今の椿もみんなで頑張ろうって、あ、本当、はい、体作りから始めようってなってます、ね、私たちもそうだったんだけど、うん、だから一人ずつなんかみんなの前で目標を言って私はこれを頑張りますみたいな、へ、例えば私エスカレーター使いません、階段で登りますそう、駅のエスカレーター使いません、私は階段で毎日上り下りします、すごい、なんかそういうくだらない目標だよ、はいはい、けど、まあ、そういうのでもちょっと体力つくかなみたいな、うん、やっぱ ジム通うってちょっとね、うん、その頑張んなきゃみたいな、うん、プレッシャーとかもあるけど、まあ、それぐらいだったらできるだろうみたいな、だからそれぞれが目標をちゃんと達成できる目標を立てて発表して、うん、言い合ったんですね、そうか、それ頑張ろうみたいな、確かにみんなの前で言うとやらなきゃっていう気持ちになりますもんね、ね、うん、あ、みんな頑張ってるんだから私も頑張らなきゃなみたいな気持ちになるし、うん、ちなみに清水さんはどんな目標を立てたんですか。いや、私何だったんだろう、自分で覚えてないんです、ね、なんか今までは自分たちを好きでいてくれる人がなんか応援してくれたらよかったみたいな気持ちもちょっとどこかにあったけど、うんうん、
でもそれが大変なんだよね。それが大変ですよね。絶対大丈夫だから、もうそこはみんなが自信を持ってステージで楽しんだら頑張ってね。頑張ります、はい、楽しんでる？続きも見てね。続いてはハロープロジェクトのメンバーがこのスタジオでできる何かに挑戦していくハロステチャレンジです。今回私たちが挑戦するのは絵日記です。印象的だった出来事をイラストで表現してみましょうということですね、うん、でも私山岸さん の、うん、あのいつも出てる日替わり写真とかについてる直筆、うんうん、があの可愛いイラストだなって思ってたから、本当にそんなこと言われたことないですけど、期待です。どうイラストとかお得意？私があの模写とかなら あるものを写すとかならできるんですけど、うん、想像力に欠けてるんですかね。本当にそんなイメージないけどね。自分からはなんか発想して描くっていうのはあんまりやらないですね。そうなんです、はい。8月に入ったということで、はい、夏休みの思い出を絵日記にしてみました。いいですね。じゃあどっちが先に見せますか？ね、じゃんけんで勝った方が決めましょう。最初はグーじゃんけんぽい。私からいきます。イエイ。それでは井上玲ちゃんの絵日記です。いきます、はい、じゃん。おお、わかりますかね。これはバッグとアクセサリーボックスかな。正解はですね、はい、こっちは、ま、バッグ、うん、ショルダーバッグとあと宝箱です。宝箱、はい、これどうして？あれですね、あの中学校の夏休みのお話なんですけど、うん、もう本当にさっき言ったように物を作るのが好きなので、うんうん、この宝箱の方はそういうキットを買って木材でこう、うん、組み立てていくみたいな宝箱を鍵付きで作ったんですよ。すごい。でそれに入れるものがなくて、うん、ティッシュを詰めていくっていうポケットティッシュがたくさんあったのでポケットティッシュ入れに今はしてますし。あ、そうなんだね。これはなんか自由研究とかそういうのでもなく、うん、普通にお友達のお家に行った時に、うん、なんかフェルトが余ってるよみたいな、うん、言ってくれたから、うん、じゃあなんか作るたいねみたいな感じになって、うんうんうん、ちょっと斜め掛けを作ってみました。フェルトで作ったっていうこと？はい。すごい。ちょっと今はもうないんですけど。じゃあそうなんだ、家庭科とか美術とかが好きってこと？好きでしたね。すごいね、はい、女子っていう感じがして。いやでも裁縫そんなに得意でもなかったのでちょっと今から、うん、今から、まあ、ちょっとできるようになれればなって思います。すごいね。ありがとうございます。素敵。続いては山岸莉子さんの絵日記です。はい、いきます。じゃん。お、川、川、テント、テント、サンディ、おい。キャンプですか？あ、キャンプ、グランピングではないんですけど、まあ、川です。川にキャンピングしに、キャンピングキャンプしに行った。川に水浴びしに行った。遊びに行ったんですね。そうですね、川遊びしに。結構私の家族はあの夏になると川に行くんですね。おお。それでこの時はサンディを初めて川に連れて行った時なんですけど。そうなんだ。サンディが初めて泳いだ記念日だったんですよ。川泳いだんですか？川、冷たい川を一生懸命泳いでて、でもちっちゃいから、うん、もう本当に何メートルもなくて、うんうん、何センチかぐらいなんですけど、川で泳いだっていうのがすごく印象に残りましたね。日帰りですか？日帰りですね。であとあの本当に結構山岸家アクティブで、あ、そうなんだ。あのテントとかも張ってあのそこでご飯食べたりとかして夏は楽しんでますね。ザ夏ですね。うん、れいちゃんはこういうことしますか？私は昔行ってましたね。うん、うん、そうなんだね。やっぱり家族みんなでこうキャンプしに行って、うん、なんかやっぱり川とか行ってスイカ冷やしてみたいなのやってましたね。なんか川の流れる水の音とかもすごい好きで、うん、あの聞くだけですごく癒されるので、またみんなでいつか行けたらなと思います。いいですね。
はい、ということで今回は2人で絵日記を書いてみたんですけれども、はい、まあ、今年もね、夏のいい思い出を作れるようにしたいなと思います、うん、そうですね、全力で楽しみたいと思います。ものづくりなんかはお家でもできますし、うん、そうだね、ぜひあの皆さんもね、挑戦していただければと思います、うん、ハロステチャレンジ、今回は絵日記に挑戦でした。頑張りましょう。ジュースジュースの井上レイと椿ファクトリーの山岸理子がお送りしてきたハロステ、そろそろお別れの時間となりました。はい、今回はですね、まあ、カットされてる部分結構ね、爆笑しちゃったところとかあったりしたんですけどそれぐらい楽しかったですね。こんなハロステの収録でこんなに笑ったことがないっていうぐらいそうですね、とても笑ってすごく楽しい収録になりましたね。伝わっていればいいなと思います、はい。ただいまですね、ハロープロジェクト2021サマーサファイア&ルビー開催中です。最初に言った通り山岸さんがサファイア、はい、私がルビーチームにいますので、ぜひ詳細は公式ホームページをご確認ください、うん。椿ファクトリーはですね、BS スカパーさんの方で初の冠番組行くぜ椿ファクトリーが放送されています。そうですね、12人体制で、今の椿ファクトリーがたくさん見られると思いますし、新メンバーの意外な一面とかたくさん見られると思いますので、ぜひチェックよろしくお願いします。お願いします。
ハロステはハロープロジェクトのメンバーがどんどん登場してくるチャンネルです。毎週水曜日に新着動画がアップされますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。まだまだ気の抜けない時期が続きますが、一緒に乗り越えていきましょう。今回のお相手はジュースジュースの井上玲と椿ファクトリーの山岸莉子でした。さようなら。